まだこのチーム大向き以外まさか、まあまあとりあえず試合の方行きましょうか。はい、突破です。はい、もう僕たち試合ないんで思い切り攻めますよ。はいはい、さあ任せておけば間違いないんで。昨日はなんか穂坂が際に勝ったっていう嘘みたいな話、本当の話らしいです。いやでも今日のチームも結構いいですね。チュンリー2枚用意しましたね。そうですね、チュンリー2枚とダットリー2枚と、はい、ケンっていう、まあ、男前なチームですけど、まあ、こっちもチュンリー2枚なんですけどね。そうですね、さらに薬丸という、うん、まあ、一つカードがあるので、さあ前ダッシュかすりつたく。しかし穂坂がこうなると比嘉のターンか。やはり出ないか。やはり出ない。ターゲット。あえて分かってるから出しましたね今。絶対ミスると分かってて出しましたね。しかし結構真剣な眼差しでこう見つめている小坂さん、まあ、何かゴスさんだと狙ってそうな感じの距離ですけど、マイガーにジャンプ。アイガメス持ってきてからの勝利を拒否して、ライダーがうまいのに入る。さあ、ハイパーだよ。初めて見た。百列のソダンはブロックがある。いや動きいいっすよ。さあ、体力は穂坂リードだが、ただ一回通してしまうとちょっと危ないですね、この状況。ただ穂坂はね、はい、去年の東映最終予選で大活躍してますから。そうですね、あるんですよね。持ってますよ、ほんと。そうなんですよ。みんなのほうが。1年に1回だけあるんですよ。輝くときが。それ今日なんですかね。それが今日かもしれない。今日かもしれない。ほんとか見せてくれ。お前が輝くところ。あーさあーゲンゲリを取ってないけ。ほさか輝くときが来たのか。シャイニングエーヘム。来ない来ないと。たくさん煽っているが、今まで顔色を一つ変えずに、冷静なほさかさんですが。そして投げつけに前ダッシュ。しかし投げていく。投げつけサポイの霞今日は多めな気がするんですよ。そうですね、通りますからね。さあ大トン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 読んでいる。フライブロッテもさあ中足を戻ってワンチャンある。待ってません。来るのか。輝く時がシャイニング来るのか。さあ一回触った方が勝つレベル。そうですね、もうこれお互いあのワンチャン投げが入る。どうなる。さあこれは見えてる。さあ前を取って、なぜ反手シャイニング。なぜかそこで発見円周。あと1なぜか千円周が漏れてしまった。勝ったのは日が。ちなみにですね、大貫チーム、はい、本日、はい、元気は、はい、0勝1敗です。0勝1敗ですか、はい、あその1敗は、TM 君に負けたです。僕が倒したやつですか。さあ、昨日、久々にやったアイクは、比嘉には負けなかったと。はい、そうさ教えてくれましたが、このカードはバーサスでもよく見るカードですけれども。実際今日アイコン、はい、天丼のとこ5立てしてるらしいですから、あ、4立てかな。ってことは、今日はやばい、ね。今日は結構アイコン見せてくれるんじゃないかと。はい、さあ大パンがうまい具合に入る。残った下風呂に出たと。下風呂だと何も出ない。フライングにあれはかけるんですかね、今のスタートだと。コマンドミスが多いですね。ちょっとアイコちょっとミスが多い。確定多いでいくつか逃しちゃってますね。そうですね。スムジョスペイガード。さあ比嘉がこうなると距離を飛ばせないように立ち回るが破壊力がある。モンストーからのションちゃん飛炎が入っての相模くらい。カニパに割って入りますよ。いけだ。あとガードが減った。ここまで減る。減った。減ってからのバラからの壊す。あとはジャンプで拒否る。スムージーまで。さあこれはさあまだ分かりませんよ。分かんないですよ。どうしてしまうとどうするか。中間距離で
サードなるガッシュにジャックパンが置いてあった。しっかり見てましたね。我慢合戦勝ったのは比嘉。はい、ケッチ対比嘉。これは結構比嘉が勝ってるように見えるんですが、今日のケッチは、今日のケッチはかなり強いんでいい動きですよね。途中ライからの大叩き、おっ少し壊すからのさあ移動投げ、高め足オッケー、大パンチ、さあ刺していく、だからちょっとさあ安易に削りに来たくはないが、なかなか触りに行きたくないところですが、いった、おーっと全部取ってる、しっかり額にも入れますね。あー、おっと最後はクナイが刺さる。ベッチがちょっと、いやしかし相当集中してますよ。集中力が違いますね、はい、さあ2本あるとわからない。あ、これで2つに確認に変えるわけにもいかないのか。これ内容ではお互い負けてない感じですね。もう拮抗してますね。これはジャンプ中継からダッシュに、これ死ぬんですか、ベッチ。いやー残りますね。あ、残ります。さあ100列中足ブラッシュの打った後の2発をブロらせてリズムが取れづらいですね。今のはベッチが集中してまくってますね。今日は仕上がってますよ。スライディングからブロック5番から投げがめまし、やっぱあれですね、比嘉が浮いてくると見せかけているんで、ワンブローからすぐ攻撃に入れられないのが難しいところですね。プレッシャーになってますね。はい、お互いこれはかなりこじつまされているというか、ミスターいましたね。ちょっとあのまあ、ここまではちょっとぜひ TM さんに、はい、最後までやります。さあ大パンがうまいがにボンションに刺す。と、しかし伊藤投げが誰が落ちる。これは進んだか、これは間に合わない。イエス冒険から残らない、あっと削れた。勝ったのは比嘉、三立てです。比嘉がこうテッチの流れ止める。じゃあちょっとあのここで比嘉対杉野って見たことないんですけど、どうなんですかね。結構なんか一生懸命やり始めたっていうか、バーコンから始めた頃と同じぐらいですね。多分どこで下がれたんですかね。杉野は全然やんなくなって、やんないですよね。去年組んでたんでね、比嘉は。ああ、そうですね。はい、いろいろガッツリ戦行きで、まあ、ガッツリ戦任せてって毎回言うんですけど、結構負けてるイメージが。まあこれしょうがないですよこれ。ガッツリはね、いつも事故りますから余裕で。あの、なんか佐賀台、佐賀台からの連携、はいはいはい、あれが見えないらしいんです、ガッツリが。そうですね。他のキャラは結構見えたり、安定抜けみたいなのがあるんですけど、ガッツリだけはなんか完全に分かんないから強いみたいなことを言ってましたね。そこまで見ていればなんですけど、さあガードナイスガードアイスがナイスガードしゃがみガードに対してナイスガードさあそしてまた削っていく。あ、でもなんか後進の一撃あんま減らないですね。そうなんですよ、あれ派手なことやってるんですけどあんま減らないですよ。さあこれはダットリが負けるパターン。ゲージを使わせたりとかしたいところですよね。ただじゃあ怖いのはここから勝てるんですよね。だったりもうここから通貫ですからね。これは削っちゃいたいな比嘉は。これはもうちょっとまたね、そういう気持ちが最悪ですね。最悪の間違いが勝ってましたからね。さすが杉野ですね。これ準決勝ですよ一応。何回くらいまでしょうね、あの連携を。そしてあの後のターゲットまで、おーっと当たってますね。確かに最大いい加減ですね、本当にこのゲーム。最後は膝の技、当たることしかないですね。ガクトリームスの中回転って結構やることなくないですか、はい、そうですね、こっちはあの他人に刺さりたくないっていうのがあるんで、はい、まあ、何が来たのかよくわかんないけど勝ちましたね。さあ4立て4立て大将です、はい、もう来るしかないです。比嘉も強いし残りのこっち側が弱いっていうのもありますね。さあ
マツケンちょっと意地見せてほしいですね。もうだってさっきの1回戦の第1試合の時と、比べ物にならないけど、大貫のなんか筋とかの中が誰の運転がしなくなったね。僕の勝手なイメージなんですけど、こう危なくなった時のマツケンってすぐ死にません？なんかあまり粘りが見られないっていうか、確かにそれはあるかもしれない。だから真ん中辺とかに出てくるとすごい強いイメージなんですけど、大将で押されてる状況であとお前しかいねえっていうところでサクッと負けるっていうイメージが。でも昔に比べるとね、やっぱもう段違いに強くなってます、すごいかもらって重量衝撃なんでしょう、こんな見たみたいですよね、今初めて見ましたね。なんかまだまだ発見があるんですね、サードストライクを。ただもう一回やるっても絶対無理ですけど。やってないですね。どっちもやってないよみたいな感じでしたね。さあ、ベベストですね、今のよく見てましたね。さあさあ、最後パドッと出てましたよ。さあ、もう日賀の流れに見事に飲まれた